どうでしたっけ、正規ルートと裏ルート、どっちの方が行きやすいですかね。まあ、裏ルート途中えぐれちゃってるんで、なんとも言えないんですけど。あれ？階段直った？あ、石階段直したこれ。歩きやすくなってる。おう、やるな。行政やるな。行政ちゃんと直してるじゃないか。おお、すごいじゃん。直してるじゃん。直してんのかな。すげえな。見直したぞ。うん。道しか作らない人かなと思ったけど、ちゃんと直すところは直してんだね。直してる石。あれ、ちゃんと積み直したんだね。いや、ちょっと待ってよ、お前。耳の中入んな。耳の中入ってきやがったよ、もう。ぶっ潰す。小虫め。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、直してん、直ってんじゃん。あ、すごいじゃん。新しく。あ、前は、けんしね。去年の正月来たでこんな感じだったんですよ。治ってる、すげえ。休憩。はい。差しの神社治ってましたね。でもこの草の生え方からすると結構前に治って、あの、おい、この間のお子さんたちよ。いけないって言ってたじゃないか。いけるじゃん。思いっきり治ってるよ。あ、クロアゲハ。あ、クロアゲハじゃないですか。ねえ。
治ってるやん。あーすごい、クロアギハいっぱい。治ってる治ってる治ってるのかな、まだ歪んでるけどね、歩ってるとわかるけど。あー治ってるね、いい感じだね。見て、手すりないからね。そりゃそうね、ちょっと足踏み外したらガタガタガタ行くよね、うん、危ないですね。あー着いたね。おーやるじゃないか、笠間、笠間の行政再生やるな。よし、その勢いで坂本九のあそこも直しちゃいましょう。ねえ、はあ、あそこに時代物の瓦がいっぱいあるね。あの瓦で、あの瓦とあの土の土壁みたいな感じでこう固めてって。瓦をこう積み重ねて、で外壁みたいにしてる。行ってみます。行けんの。あ、いや待って、裏の方がいいな。いやーでもよかった、治ってた。